見ろ、これ。そう。そ、待て、中にいる最も、要はこいつだ。ジョーカーは多分、本来、あの野郎の。っていうか、光って。記憶が戻って。あれ、なんか光ってね。つうか、妙な格好のやついんぞ。あの格好、どっかで見覚え。あ、帰ったしか前に、街頭ビジョンに。街頭団？ああ。前と違う。でも全員じゃないみたい。まさか。でも、街頭団って思い出した。希望の。モナ、導いてくれ。あそこだ、あの神殿に。先。感謝します。いかがなさいました？いかがなさいました？やるか。ようこそ我がベルベットルーム。前者ですね。登録するのですね。前者に登録するのですか？前書に登録するのですか？前書をご覧になりますか？新しい自分の目覚め合体を行ではお選びください。どのものを生み出すのです？どのペルソナでしょう？本当にこれが必要なのですね。ペルソナの転化ですか？武器に転化するようです。装身具になるようですね。武器に転化するようです。
防具になりそうです。エデム、ゴブーンも。ああ、偽の神に見破られない私自身の意識だけに響く手がかりをか。でも、あなたのおか、どうしましょうか。書くか。この先には強大な万人たちも立ち塞がるはず。どうしましょうか。客人が我が主を救ったなど、あなたが史上初めてかもしれません。どうしましょうか。強い敵のようね。強敵よ。呪音属性は無効。強敵よ。呪音。強い敵のようね。弱点の火炎攻撃を狙いましょう。奪え。
エンズ。どうですか？強敵よ、連撃は効かないからね。強敵よ、連撃は効かないからね。イザナギの狼ピカロ、イクマンの神言を信じて。ペルソナ、ぶっ込め。ここはペルソナで覚悟しなさい。残り2。ペルソナ！弱点をつけるみたいだ。ちょっと待て。
来い。くらえ。ナイスゾガー。さて逃げろ。ルソナー。さて逃げろ。カルベルソナー。はい。悪いな。感謝です。ルソナー。いただいていく。ナイスゾガー。ザッペキヒット。うらー、セイゼン。ザッペキヒット。スカル、いい感じ。ベルトナ、強敵だわ。ジオン属性で速攻をかけましょう。偽のか、でもどうしましょうか。見えるか、あの奥にあるのが神殿だ。ゴールが見えてる上にまどろっこしい装置もなしか。いいぜ。何か。それ。宝箱発見。早く。あら、これは、注意して。敵だよ。ウヌラ、ど
欲望抜け出ること世を乱す者は乱す反逆しこいつらに話は無駄だ。ジャック強い相手ね。ベルトラ宿泊は無効だから気をつけて。今の何だ町がなやっと身の危険に気づあせこれだけはっきり目の前にあるのにこれからも町の機能は全部止まってる。これでもまだ人任せのやつな。とにかく研ぎ澄ませ。見て見張りが出てきたか。町の連中が我が輩らに来上等者ども、これ以上こいつも倒す。怪盗団の存在が目に入る。望むと行くぞ。イクマンの神言を信じて。人間よ行きますよ。主に代わってヘルトだ。君だって明日だ。この運命か。暴いてやる。
正体を見せろ。そこか。まがいものとはいえ、神のしもべの天使を名乗るだけはある。町の人たち、こういう事態になってみると、実は世の中にはどうでもいい赤の他人なんていないの、だからさすがアンド。何か研ぎ澄ませ。暴いてやる。それ。まあ。暴いてやる。よっしゃ。ああ、こりゃ。大天使を次々と打ち滅ぼし、我が前にまで。その口ぶりじゃ、己で望んだ支配者を己の刃で討ち取りに来ると。支配など自由でありたい。ウヌラのような秩序はようやく今皆を望みを。それに道を間違っていたら、己が信じた正義のもはや。イクマンの神言を信じて。ベルトラ。はい。ベルトラ。かき乱せ、あったるせ。おお、誰なのがある。おうかもろ。今はそいつと話してもダメだって。いい判断ね。これで一掃ね。神殿へ。もうせ。行く。ジョーカーというか。俺たちはもう、ま。何か。いいか。ん？ジョーカー、よーし。
たしても反戒よ。対抗の牢獄を拒んだ反逆。そっちこそお宝が愚かな。まだわからんか。なぜ我が聖杯でありな。どういう意味。選ばずとも良い自由だが、皆が誰かに語る。そこに広がる巨大な火。その答えがいかにか。つまりは人間。それを拒み続けるなら、だからど、あくまで抗うのか。誰からの勝者。周りの方がど、そういうこと。従わぬというなら、我が秩序を乱す賊どもに我の手を争うというのか。我は大衆の願いをかん、恐れるがよい。まずはあの輸血のチューブみたいな。ただし相手もそこは分かってる。ま、誰か一人切るた、そいつが切ってる間邪魔されないように。あの赤いチューブ、俺ならいつでも行けんぜ。私が行くのね。うん、私が行く。私が行くのね。うん、私が行くのね。俺ならいつでも、ま、うん、俺ならいつでも任せときな。ヘルファー、イクマンの神言を信じて。我が統制こそ、それを分からぬ。気づかれてねえな。ペルソナ、これでどう。ペルソナ、これもまた私。おののけ人の。このままじゃダメ。聖杯をその願いとち、ごちゃごちゃ、よし、うまくいった。ん、囚人反逆者だ。回復手段は潰したな。ベルソナ、よっしゃ。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。イクマンの神言を信じて。ペルソナ、
我は人間の無意識より入れし統制の神ヤルダ・バオット。ありえねえぞ、聖杯の時点で。管理者の役目は、そして人間の愚かさと対てめえがってな出来レースだった。愚かな大衆は強い人間を受け入れ、人間に任せておいては緩やかにはめ。彼らは悪人なわけじゃない。そう、彼らの多くはなぜなら道の先が破滅の額。てめえで勝手に理想を押し付け、神のくせに。人間のためというのなら、我は世界を支配し、と歯向かう者は。こんな奴に。最高。本気出してきた神が相手なんだぜ。これ以上。まったく、いくらなんでも大物すぎるのよ。気合で涙。みんなと一緒。どうぞ。神を倒して優秀の要は、まったく、さ、お前たちと組めて。我が輩たちの、そしてこの世界取り替え。我が統制に歯向かう反破滅し、こいつが全ての元凶だけど、みんながいる。絶対倒す。全て晴らしてやる。ゼルソナ、これだろ。ゼルソナ、これでどう。我は解き放つ人間よ、人類が称えた狂気。腕が生えた。これは罰である。なんだこの攻撃は。どういう効果か分かるまで色欲に支配されてる。うまく動けなくなるかも。イクマンの神言を信じて。ほらよ、色欲に支配されてる。集中して、妄想で動けなくなる。をしてきやがった。ヘルソナ、全て晴らしてやる。小賢しヘルソナ、これだろ。
いつ手ごわい。気をつけて。ベルトだ。私の怒りを思い知れ。やめよう愚か者。我は時や人間人類がたたえ今度は剣か断罪する。また違う攻撃か。今後も違う攻撃をして。今はペルソナ召喚に余計な負担がかかる状態みたいだぞ。イクマンの神言を信じて。こうだよ。やるわ。これもまた私。やめよう愚か者。人間よ、何時その場所して破滅。え、すっ、なんかとんでも。敵が力を貯めてる。必殺の一撃が来るぞ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。すべて晴らしてやる。小賢しい。神にあだなす愚か者が。これが破滅に抗う力。やったのか。いや、まだっぽい。我が統制は破滅になど。我が統制はこの世界の死。こいつ神だって言うなら人間を理想に導く。それができないから滅ぼすんだろ。自分だから監視してたんだろ。大衆の反そんな何百年生きてんのか知らねえけど。どこにもいるよね。たわごと。何これ。くそ、見えねえ。そんなにこの世界か。みんな世界に見捨てられた何時だ。もはや居場所はいい。やられるわけにはいかねえよ。出した、立たなきゃ。力が。私も、もうここまでなの。統制には一かけらの。やっぱ無理だったのかな。途中までは面白かったのに。神様と人間だもんね。聞こえるか、大衆の声が。神に背くなんじらを味。人間など欲望の塊。神に背いたる罪は重い。罰として永遠の痛みを味わうがよい。集めた従者か。そのような卑小なるもので。人間の希望だって欲望だ。我が輩たち怪盗団は相手が誰だった一人になっても立ち上がり、 そして絶対世界を奪い取る。
だよこれ。どうにかしろっつってんだろ。落ち着いて先輩、どうなってるんです。ダメだ。これ、なんだ。怪盗団。怪盗団って、まだ諦めてないんだ。こんな状況までな。さすがに無理だよ。やっちまえ怪盗団。なんだこいつ。今まであいつらがなんで体張ってきたと思ってんだ。いい加減目覚ませよ。いつまで逃げてるつもりなんだよ。怪盗団、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 お前も怪盗団に惚れた口か。そうです。ひょっとしてあなたも。まあな。俺らだけじゃ。ここまで来て負けるとかなし、最後までやり遂げて。応援すれば勝つならいくらだって応援するし。こんだけ人の心を掴んでんの、負けたら承知しない。私には分かります。あなたたちならどんな運命にも抗える。君たちは今まさに変革を起こしている。前を向いて戦い続けるの、私もそう教わったから。ずっと応援してきたんだ、今までも。あなたたちこそ最後の希望。どうか。お前らのせいで俺まで諦め悪くなっちまったよ。立て、負けんじゃねえ。誰が何と言おうと俺はお前らを信じる。頼んだわよ怪盗団、最後まで私は君たちを信じる。聞こえるだろ、お前がバカにしてきた人間、お前の支配なんて誰も望んで。負けるな。そうだよ、期待させたんだから頑張れ。もう一回認めてあげるから。なんで上からなんだよ。でも応援してくれてる。悪い気は。まだ夜直し終わってねえぞ。そんなとこ消されちゃう。言われるまでもない。消えてなんてやらない。もう遠慮しないって決めたし。いいぞ怪盗団。世界を創造するのは神だ。我が輩は決めたんだ。守りたいものを守るために正義。モルガナ、お前たちもそうだぞ。世界を奪い取るって決めたなら最後一緒にあいつを倒。神様よ、愚かな人間が祈ってるぜ。この世界にてめえの居場所なんかねえってな。悪神に最後通告してやれ。
力を扱い損ねた。愚かな大衆の祈りなどいくら集まったとて。何？でかっ！こんな巨大な力、まさかペルソナなのか。ありえねえ。なんだあれ、あれも怪盗団の仕業なのか。マジすげえ。いいぞ怪盗団。愚かな、これだから人類は。悪魔の王で退治してやるってわけか。トリックスターにふさわしい最高。ジョーカー、我がハイラの力。奪え、サタナイル。なんという力、この我は全ての大衆の願いを。これが真のトリックス。イゴールめ、ざれ言ではなかった。お宝じゃねえ。なあ、も世話になったな。モナちゃん？モナ？人間には世界を変える力。はい。お前たちのおかげで。全部モルガナのおかげだったんだ。憧れの人間の役に立てたんだ。こんなに嬉しいこと。ここも帰るとするか。
りゃ。これは世界だけじゃない、全てが認知の産物なんだ。自由に作り直せるんだよ、君たちだって誰だって。モルガナ、モナないのね。異世界ナビメメントスも消え、モナにはもう大丈夫、分かってて聞いた。何暗くなってんだよ。モナに笑われるっての。そういえば大衆は改心はできたの？デート遅れちゃう。クリスマス一人か、よくわからない。このままだと総理不在で年。でも指導はないですよ、黒い噂。どうなるのかな、信じましょう。こっから先はケンジさんら。異世界に入れないのなら寂しいね。だから暗くなんなって。そうだな。まあうちら高校生だしお酒飲まないけどね。じゃああれする？ああエンジンのこと？悪くないかもな。マジかよ。万代流見損なったぞ今。一緒にすんな、失うものくらい。さっさとやんぞ。やっぱり目立ってない？早めにやろ。しまんねえな。まあいっか。したらやっぱこういうのはリーダーじゃないとね。リーダーが声出してから全員でオーナー。なんかちょっとすそうかもね。よ少しはゆっくりできるといい。サブ雪だ。そうひょっとしてまだいクリスマス。ともかく今はよ明日ルブランに集まって。そうする。
ねえ、クリスマスだし。いいな、それ。じゃ。店を貸し切りにできる。頼んだぞ。では、私。私たちも。世界を救った英雄が、ちょっといい？まずはありがとう。これで世論が変わってくれればいいけど。私もそう信じて。シドウは様々な罪を告白し、問題はその先。廃人化事件は異世界との関係。率直に言うわ、警察に出頭してほしい。指導を有罪にするにはあなたの証言が絶対に必要。それはあなたを表舞台に立たせることに。そんなこと警察や検察が許すはず。出頭すればあなたは確実。指導周辺の事件を解明するため、また二度と世間が歪まないようにね。もう一度お願いするわ、あなたの意思で。その必要はないですよ。あなたは？実行犯がいれば彼に出頭の必要はないはずでしょう。なるほど、これは気分がいいね。君がそこまで驚くなんて。さっき彼にその必要はどういうつもり？言葉通りですよ。指導の罪は僕が証言します。それでいいね。考えすぎだよ。今回は裏があるわけじゃない。強いて言うなら借りは返す主義ってとこかな。ひとまず出頭する意思があることに関し、助かりますよ。ごめんなさい、さっき彼は私が。もう大丈夫という。これできっと事件は収束に向く。クリスマスは恋人と過ごすもの。
それはバッチリ予習してきました。ですが、プレゼントの他は。とりあえずお食事でも。では、今夜は冷えますね。それで、読みを誤りました。あなたのその前向きさは見習わない。なら手土産としてケーキを買わせ、あ、お店はあちらのようで。これは分け試合でしょ。いえ、勝負は最後まで分かりません。すみません、クリスマスケーキ。はい、ございますよ。やはりちょうど先ほど予約のキャンセルが出。本当ですか。ぜひお一つ。かしこまりました。まさに起死回生の一手。私もです。今日私おいしい。あなたと一緒だから余計に残しても、ま、あなたもぜひもっと食べて。クリーム、ついあなたのこういう一面、初めて。あ、そうです。こちら。はあ、よ、来年はさらに寒くなるそうです。あなたは私だけでなく、私が盤上で戦っている間、あ、その。私のように救われたから、代表して本当にありがとう。はい、本当はあなたが危険なもん。不思議とそんな気もなくなりました。あ、雪ですね。雪って綺麗だけど、今は不思議と私、とても幸せです。ですよね。あの、今日は少しだけ、こうさせてください。